第六節温熱療法正常な体細胞に比較して、がん細胞が少し熱に弱い性質を利用する治療法です。その温度の違いは、わずか一度 C の差でしかありません。全身麻酔下に、全身をかゆたかする全身温熱療法と、がんの部分だけをかゆたかする極小温熱療法があります。いずれも。 腫瘍の縮小効果が見られる症例もあるようですが、温熱療法単独では、著名な効果がある症例はわずかで、完治は全く期待できないのが現状です。したがって、温熱療法をするいなら、温泉に行った方がいいなどと悪口を言われる状態で、今のところは、あくまで補助療法にとまりがん治療の主役になる治療法とは言えません。